仙台市で今日から使用済みの小型充電式電池の収集が始まりました。家庭ごみに混入して発火事故が起きるのを防ぎ、さらなるリサイクル推進を目指します。仙台市が今日から収集を始めたのは、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池の3種類の小型充電式電池です。種類ごとに色分けされたこのマークが目印です。スマートフォンや可燃式タバコなど電池を簡単に取り外せないものは本体ごと出すことができます。週1回缶、瓶、ペットボトルなどと同じ日に収集します。これらの小型充電式電池について仙台市ではこれまで家電量販店などへ持ち込むよう呼びかけていました。しかし家庭ごみに混ぜて捨てられ、収集や処理の過程で発火する事故が後を絶たなかったことから収集することにしました。処理の過程で圧縮されますと、火がつく事故が起きております。さらなる安全な処理とリサイクル推進をご協力よろしくお願いいたします。仙台市では電池の端子部分に絶縁のためテープを貼り、透明な袋に入れて出すよう求めています。